A さん、今日はこうやってね、甲子園球場開場100周年記念日感染証明書というのも、はい、はい、いただきました、はい、お客様に配布されまして、まさに記念の1日ということになりました。いうことなしです、本当に。そうですね、もう福本さん、いいゲームでしたね。いやいや、もうあれ3日間ね、いいゲーム見ましたよ。そうですね、まあ、全てタイガースペースでしたし、うん、監督も、ね、おっしゃってましたけど、はい、まあ、このままスムーズにいくっていうことはないとは思うんですけど、はい、やっぱりこれをこうちょっとずつ継続してね、やっぱり貯金をこう積み上げていくしかやっぱりこうやりようはないんで、はい、まあ、僕らもだから一喜一憂せずに。なるほどね、はい、確かにあのロードが明けて、またこれまたジャイアンツ戦で始まるんですけれども、甲子園8月今月の下旬にね、ここからが本当の戦いかもしれないとおっしゃってましたからね。でも結構ドームが多いんで、はい、恵まれてるんですよね。そうですね、8月はね、はい、福本さん、ビーズリーも抑えましたし、打線もね、今日も2桁安打というところで、うん、もう笑い止まらんでしょいや、もう本当ね、こんだけ調子いいんだよ、この調子はずっといくか限りませんけれども、はいはい、まあ続くでしょうね。そうですね、あとはもうさっきも言いましたけども、はい、故障です、うん、抜けたら困る、はい、選手の故障、それだけですね。そうですね、しかしこの会場100周年の日に21歳の前川選手が3安打4打点というのも、なんかこれからの甲子園球場は僕たちの世代に任せてくださいみたいな、そんなメッセージもちょっと感じ取れましたけど、ね、まあね、これからそういう人がいっぱい出てきますよ。まだね、うん、ファームにも ね、本当に使いたい選手がいるんですよ、はい、なかなかそういう順番回ってこないだけでね。そうですね、うん、あとは先ほど数字をご覧になって福本さんがちょっとびっくりされていたのが、佐藤選手の打率が2割6分3厘上がってきたでしょ。もうね、コンスタントに上がってきてますよ、はい、ね、あ、広島が今リードしてますね。ということはこれちょっと DeNA がね、今連敗中なんですけど、健さん、ぐっとまた上位3チーム。そうですね、あの、まあ、やっぱり三つどもえになってきたのかなって気はしますよね、うん、そうですよね。佐藤輝明選手が4月21日以来の甲子園でのホームラン。いやー、綺麗なホームランでしたね。そうですね、本当に綺麗なホームランでした。そうですね、らしい、はい、改めて今日はね、式典の MC もされました、はい、渡辺健さんにとってどんな1日でしたか。長かったですいや、あの、選手があの練習する前にリハーサルをしなきゃいけないんで、あ、間4時間ぐらい空いたんですよ。そんなにですか。はい、もう今日1時長かったです。でも楽しいゲームを見られたんで本当に良かったです。そうですね、はい、福本さん、改めて福本豊にとって甲子園球場とはと問われますと。いや、もう僕たちの高校の時の夢でしたからね。そうですね、目指せ甲子園、頑張れ甲子園でしたから。そうですね、まあ、それはこれからも変わっていかないんでしょうね。いや、やっぱりもう高校生はもう全部みんな目標甲子園。そうですね、言えば甲子園にいますね、そしてビーズリー投手も、ね、話していましたけど、このやっぱり甲子園球場の歓声特別なんだと、佐藤選手も、ね、日本一の声援だと先ほどのヒーローインタビューで言ってました。やっぱりこのタイガースファンの声援が健さん支えてますよね。いやー、でもね、ファンも楽しいそれはお互い様ですよ。そうですね、はい、本当に楽しい球場ですここは。そうですね、さあ、福本さん、この2度目の7連勝を明日からの横浜、まあ、連勝はね、どこまで続くか分かりませんけれども、いやいや、もうそれは、あれはね、バタバタといかんことですよ。あ、なるほどね、まあ、ショーでも3連敗なんてせんことですね。あ、なるほどね、はい、まあ、先発投手もね、うん、安定してますか。村上、大竹、西勇輝でしょうかね、うん、が予想されますけれども、まあ、安定した戦いをこれからも、まあ、楽しみです。そうですね、はい、楽しみな8月です、はい、